こんにちは。スイス在住、元バックパッカーのベンネです。今回は旅から帰国して、仕事もキャリアもお金もなかった私が在宅ワークで月50万円を稼ぐようになるまで具体的にどのようなことをしたのかというところを時系列的にお話しさせていただこうと思います。これから在宅ワークを始めたいと思われている方にご自身の目標とされる金額がいくらなのかというところを踏まえながら見ていただいて参考にしていただければと思います。またそれぞれのステップごとにさらに詳しく話している別動画がある場合はこの動画の下に URL を載せておきますので、ぜひそちらからご確認くださいね。では早速ステップ1、ポイ活。ポイ活は外で働かなくても、いくらかのお金ができたらいいなというふうに、そういう考えが頭をよぎった時から始めました。ポイ活というのはポイントを貯める活動の略で、この時は稼ぐという考えっていうのは全くなくてですね、実際この時は月収にして、2000円から3000円程度になればいい方でした。ただ現在はキャッシュレス化っていうのがすごく進んでまして、ポイ活でも随分お金が作りやすくなってるんですね。現在おすすめのポイ活についてはこちらで3つのサイトを紹介させていただいておりますので、ぜひご覧になってくださいね。では次、ステップ2、自己アフィリエイト。自己アフィリエイトは現在はポイ活サイトでもできるんですけれども、アフィリエイトサイトを使うとポイントではなく現金で稼ぐというところができるという点と、分かりやすさの面で言えばこちらの方が上かもしれませんね。自己アフィリエイトとはサービスを自分で利用することで、その広告収入となる部分をキャッシュバックで自分が受け取ることができるサービスなんですね。で、私は自己アフィリエイトで10万円近く稼いだんですけれども、これは単発ですので1回やってしまえばもう終わりなんですね。自己アフィリエイトについてはこちらの動画で説明しています。さてステップ3、クラウドソーシングのタスク作業。旅をしながらネットだけでお金を稼げる方法何かないのかなと調べ出してたどり着いて登録したのがクラウドソーシングのサイトだったんですね。結局旅の間は簡単なタスク作業をするぐらいでしか本格的には取り組めず、月収にして1万円ぐらいだったかなと思います。タスク作業についてはこちらの動画で説明しています。ステップ4、クラウドソーシングのプロジェクト作業。旅が終わりに近づきまして、日本に帰ってからの仕事にちょっと悩み出した頃に、本格的にクラウドソーシングに取り組むようになりました。プロジェクトで仕事を受注するようになり、基地作成を主に仕事をしていたんですね。で、徐々に仕事を増やしていき、フルタイム以上にパソコンの前で仕事をするようになって、やっと月収20万円を達成しました。で、プロジェクト作業についてはこちらの動画ご参考になってくださいね。ただ20万円を達成した次の月っていうのはまたゼロからのスタートで、こう継続して稼ぎ続けていくには労働時間が長すぎるなっていうことでちょっと見切りをつけたのもこの20万円稼いだ瞬間でもあったんですよね。はい、次ステップ5、情報収集。自分の知識だけで稼ぎ続けていくことに限界を感じてですね、インターネットを使ったビジネスには一体どのようなものがあるのかというのを私は自分なりに調べ始めました。で、この頃ですね、FX 運用を試してみたりとか、あとネズミ講に似たようなちょっとネットワークビジネスっていうのにちょっと手を出しかけて、いくつか他にも稼げない案件を試して失敗っていうのを経験したんですね。ステップ6、自己投資。いろいろな情報を見ていく中で、私と同じ年の人が、物販ビジネスから始めて年収1億円を稼いでいかれているっていうのをメールマガジンを私読んでちょっと見てたんですね。でもそれを見て、私のようにスキルがなくてもできるかもしれないと思えたのが物販だったんですね。そしてその方が開いていたオンラインスクールに入会して、そこで本格的に物販を学ぶようになりました。少ないながらに今残っていた貯金を使い果たしてですね、お尻に火がついた状態で始めたんですけれども、この時ここで自己投資をしたことで私の未来は確実に変わったと思いますね。ステップ7、初心者向け物販。スクールで学ぶことは私にとってはもう本当に全てが新しいことばかりで、何のスキルもなかった私には毎日没頭するように初心者向けの物販に取り組み、わからないことがあるとすぐに講師の方に教えてもらうっていう日々を過ごしました。
で、この時の収益はスクールに入った初月は5万円の利益、で2ヶ月目は10万円、3ヶ月目は18万円の利益でした。初心者向けの物販っていうのは、まずはメルカリで販売をするところから始まりますね。どんなノウハウが初心者向けなのかというと、仕入れリスクが少ないもの、そして売れやすい商品を扱うものですね。こちらの動画で紹介している0円仕入れは初心者向けのノウハウの一つですので、ぜひ一度ご覧になってくださいね。ステップ8、ステップアップ。初心者向けの物販をマスターした頃には、もうどんな商品が売れるのかとか、どのようにすれば売れやすいのかっていう感覚がこうどんどん分かるようになっていったんですね。でそこで別のノウハウにこうステップアップしていくようになりました。でここではメルカリ以外のアマゾンとかヤフオクといった販路についても学びまして、さらに商品のリサーチ力もアップすることができました。この時には月収30万円達成することができました。ステップ9、外注化。この頃はちょっと私自身の子供にちょっと手がかかるようになってまして、で家事と育児がとても忙しくなり、空いてる時間っていうのをこう物販に吸い込んでも月収30万円以上到達することがちょっとできなかったんですよね。でそこで自分自身の時間を作るために外注化することにしました。外注化というのは自分でなくてもできる作業の部分を他の人に頼むというところですね。例えば発送作業とか梱包作業とか実労働が必要になってくる部分 で自分自身でなくてもできる部分、そこを外注していき、自分の時間をどんどん作っていくようになりました。で自分の時間ができたことで外注費を払った後でもその分自分の仕事を増やして利益を上げることもできましたし、外注化するようになってからは月収50万円到達することができました。最後ステップ10、時間の有効活用。現在は月収50万円から70万円の間を行き来してるんですけれども、スイスに来るまでに物販の外注基盤を日本で作ってきたために、こちらに移住してからはほとんど何もすることがなく、外注さんとたまにやり取りをするだけで利益を出すことができるようになっています。で、こうやってできた時間を使って今はこのように YouTube を始めて情報発信をスタートさせました。時間ができれば家族との時間っていうのももっと作れますし、ビジネスを拡大してさらに収益を上げていくということもできるんですね。さて今回は月収0円だった私が月収50万円以上を稼ぐようになるまでっていうのを10段階に分けて説明させていただきました。あなたが在宅ワークで月にいくら稼いでいきたいのか、またそれが短期的なのか長期的なのかというところを考えながら、目指すレベルがどこかの指標にしていただければ嬉しいです。私の LINE アットでは在宅ワークや海外移住に興味がある方向けに有益な情報を発信しています。ぜひこちらからお友達登録してみてくださいね。YouTube でも引き続き在宅で稼いでいく方法についての動画を撮っていきたいと思っていますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。またね。